こんにちは今日父の日ですけれども特にメッセージは父の日のテーマのメッセージではないですでも最後の結論のところだけ少しだけそのテーマを盛り込んでいければと思います私の大学の音楽の先生がこんなことを言ったんですね自分は運転中に音楽を聴くことができないって言ったんですねなぜかというと 音楽教師をしているのですごく音楽に興味がある人なんですね。で、音楽聴いていると、音楽流れると自分は楽器ごとに音が聞こえてくるんだそうです。全部一緒にていうか、楽器ごと、ベースだったらベース音、ピアノはピアノ、トランペットだったらトランペット、そういうふうにめちゃくちゃ集中して聴くので運転が危なくなる。なので、運転しながら音楽聴けないということを言ったんですね。なので、この人絶対カフェで勉強できないなというふうに思ってたんですけれども、音楽家はそれなりの そこに優れたセンスがあるのかも何私たちにはない感性があるのだと思います何かのセンスですね皆さんクリスチャンになるとどんなセンスが発達しますかどんな新しい感性が身につくようになるのでしょうかクリスチャンは何に敏感になるのでしょうかまあいろんな面があると思いますけれども今日の聖書箇所を見ますと パウロにそのようなパウロがものすごく敏感に反応しているっていうところを見ることができますなので今日聖書箇所を見るとパウロがアテネに来ていますけれども何か彼が心から感じたことそしてこのアテネの人々に対してどのようにレスポンスしてアプローチしたのかそしてその戦略を今日一緒に見ていきたいんですが私たちが結論としては どのようにパオロが感じた心を持ち同じように伝道したり宣教できるクリスチャンになれるのかっていうのを結論としてみたいと思います先々週からの続きで今人の働き17章後半を今日今見ていますけれども16節から見ていきますでちょうど今パオロの2回目の宣教旅行のところ中間地をちょっと過ぎたっていう感じですけれども マップって見られますかマップ今ちょうどアンティオ系からここから始まってずっと左側大陸に行きますけれども一番左上を見るとテサロニケベレアっていうところがありますでパオロが今日来ている今日の箇所来ているのはアテネギリシャの首都であるアテネに今日の箇所を見ると来ています でアテネという場所は紀元前7世紀から古代オリンピックが開催されていた場所として知られています。でアテネ、ギリシャ文化の発祥地、そのギリシャ文化の発祥地がアテネなんですが、皆さん、有名な哲学者誰がいますか昔からの哲学者というと、ソクラテスやプラトン、そしてアリストテレスなどみんなアテネ出身です。なので、ここはインテレクト・センター。 そこから始まったとも言えるんですね2000年前にパウロの時代にはローマ帝国の時代でしたここ見るマップ全部ローマ帝国だったんですけれどもローマ帝国はそのままギリシャ文化を受け入れたんですねそのまま共通語もそうですなのでギリシャ語が当時の共通語でもあったんですが劇場や全部芸術とか そういった文化というものをそのままローマ帝国が受け入れています。でその文化の発祥地であるアテネに今日、パウロが来ています。前の箇所2週間前の箇所で皆さん覚えてないかもしれませんが、なぜパウロがアテネに来ることになりましたか神様が行きなさいと言って行きましたか実はそうではなくて、デサロニケとベレアの方でパウロが殺されそうになったんですね。 迫害があったので逃れて360キロ南の方に逃れてきてアテネに到着しています。なのでまあ難民のように逃げていた立場です。なのでここでゆっくり休んでいてもパウロ良かったかもしれません。アテネに来てね観光地に来て少し文化を楽しみながらそういった場所なんですがパウロの感性というのが心が騒ぎ始めます。街を見ながら観光しながら 心が騒ぐのを感じることができます。なので、一番今日最初のポイントは、パウロが感じたことですけれども、16節を読みます。今日の歌詞、16節さて、パウロはアテネで2人を待っていたが、これはシラスとテモテが、おそらくルカも含めて来るのを待っていたということですね。なので、特に任務があったわけではありません。待っていました。 街が偶像でいっぱいなのを見て心に憤りを覚えたある歴史家によるとアテネにはある時点は人よりも神々の方が多いんじゃないかって言われた時代もあったんだそうです数えると3万ぐらいの神々がいたって言われるんですがパウルはそれを見たわけですちなみにこの日本には お寺の数と神社の数を合わせると約10も5万ぐらいがあるんだそうです。なので、パオロが今の日本に来たら何を言っていたんだろうかっていう,うに知りたいところもあるんですけれども、この16節見ると、アテネを回りながらゆっくり観光ができなかったとっいうのが分かります。心の底から日本語の表現では心に憤りを感じた。 これ実際にギリシャ語で見てみますと心に憤りギリシャの旧約聖書を見るとイスラエルの民が偶像崇拝をしていたときに神様が感じた感情を表す単語なんだそうですイスラエルの民が偶像崇拝をするときに感じた憤りェン106編28節から29節にこういう箇所があります 彼らはまたバールペオルと首ビきを共にし死者への生贄を食べた、まあ、仏壇の前に捧げた食べ物とかを食べたということですねこうして自らの行いによって見りを神様の見怒りを引き起こし彼らに主の罰が下ったとっいう,ふうにありますこの見怒り、行き通りジョン・ストッド牧師がこの先ほど パウロが感じていた生き通りというのをこのように説明します。皆さん、人を妬むことはありますか ?Do you ever become jealous? 他の人を妬むことはありますかジョン・ストッ o 牧師はこういうんですね。他の人が私より運動神経がいいから妬むとか、私より見た目が外見がいいとか、私より綺麗な人だからとか、人生がうまくいってる、成功してるから妬むのは罪である。そういう妬みは罪である。 でもジョン・ストット牧師こういうんですね。でももし結婚している夫婦関係の中に第三者が入ってきた。そしてそれに対して妬みを感じるそれは正当、正当的なそれは、that's a righteous jealousy というんですね。それは聖なる妬みでしょうっていうんですね。正当な感情ですよっていうふうに。神様が感じている憤りがそういうことです。It's a holy jealousy, righteous jealousy. イザヤ42章8節にこういう箇所があります。私は主。これが私の名。私は私の栄光を他のものに私の栄誉を刻んだ像どもに与えはしない。皆さん、夫婦の関係の間に第三者が入ってくると、あなた何やってるのそうあなたの場所じゃないでしょう。あなたがいる場所ではないでしょうっていう妬みが起きますよね。同じです。神様が。 私が受けるはずの栄光をなんで偶像の他の神が受けてんだあなたの場所じゃないでしょあなたが受ける栄光じゃないでしょという妬みです。My glory I give to no other 神様の聖なる妬みです。皆さんに質問しますね。皆さんは偶像礼拝を見て何を感じますか 偶像がたくさん立っているのを見て、そしてそれを拝んでいる人々を見て何を感じますかクリスチャンとして。霊的に成長しながらその見方がどう変わっていますか神の名が崇められていない、そして神の栄光が他の神々に取られてしまっている良い意味での憤りを皆さんは感じていますか良い意味での通りで正直言いますが、それは。 その人々に他の神嫁を拝む人々に宣教するかしないかの分かれ目になると思います。その感情によってどう何を感じるかによって。パオロの場合は聖なるその怒り、憤りを感じたということです。神様の栄光に対する神様に栄光を期したいという願いで憤りを感じた。なので、どこに向かったのか17節見てください。今日の箇所の17節。 選挙戦の中の一んですが、どこに向かったのか。パウロは、街道ではユダヤ人たちや神を敬う人たちと論じ、これがまず行った場所。街道というのはユダヤ教の礼拝する場所です。そこにもういたユダヤ人たちと、違法人たちで神を敬う、神様を信じた人たちと論じ、そして次に行った場所が広場。広場では、 そこに居合わせた人たちと注目すべきところは毎日論じ合った。毎日です毎日。英語ではこの広場をマーケットプレイスというふうに言います。これ別にスーパー、マルエツとかそういうスーパーじゃないですイオンとかそういう場所じゃないです。当時は新聞がありませんでした。 広告とかもメール出さないですね当時はそういうことなかったですね全ての生活情報新しい情報を得るにはみんなが向かったのは広場ですビジネスのやり取りをどこでやりますか広場哲学の論文を発表するときにどこでやりますか人々がやってくるのは広場ですで当時はそのアテネの場合は広場を中心にして隣に劇場とかダンスホールとか そういうい競技場とかがその広場を中心に作られとい,いうのはみんなが集まってくる場所で毎日多くの人が行き交う場所ですそこにパウロ毎日出ていた今日の18節見ると分かるのが当時ギリシャ哲学者たちの中で代表するグループ2つのグループが出ていますこの18節エピクロス派とスト,ア派ストア派の人たちがここに広場に来てるんですね 自分たちの哲学を誰とどこで分かち合うの広場に来て分かち合っていたで。そこにパウロがやってきていたということです。広場に。街道だけじゃなくて広場にもやってきていた。皆さん多くの現代クリスチャンは信仰はプライベートのものだという認識があります。現代の多くのクリスチャンは信仰は自分がプライベートにして持ってて 宗教生活というのも週に数時間街道に行ってやるものという認識がありますけれどもパオロの場合はそして聖書が言うのは福音というのは広場にも持っていくものであるというのを見せています自分が思っていることを感じていることを広場にも持っていく信玄一編二十節二十一節こうありますこの知恵ってありますけれどもこれイエス・キリストがまあ もちろん地上に来られる前のことは旧約聖書なんですがイエス・キリストを象徴する単語です知恵知恵は大通りで叫び広場でその声を上げ想像し街角で叫び街の門の入り口でその言葉を語るそのイエス・キリスト知恵がどこで叫び声を上げていますか広場で広場でその知恵を語る 皆さんが福音に触れることのできる皆さんというか他の人たちが日本の人々が福音に触れることのできる日本の広場はどこですか人々がたくさん行き交う場所はどこですか東京はそんな広場どこにありますかもうちょっとクリエイティブに考えてもいいかもしれないんですが一番人人々がみんな読んでいる 新聞、雑誌、人気番組、そして人がいっぱい行きかうビジネス街がそういう広場だというふうに言うことができると思います。これ見ると面白いんですが、シト・パオロが広場でそれを分かち合って、18節、先ほどの18節見てください。今日の箇所の18節。バカにされるんですね、最初。この哲学者たちから、なんだこいつっていうふうに、このおしゃべりはなんだっていうふうに。 バカにされますけれども19節20節見ると彼らがもっと聞きたいっていう風になるんですね最初はこ,こいつは何を言ってるんだろうっていう感じで受け取られますけどもっと聞,く聞こうではないか一応関心を引いたことには成功しますパオロが広場で宣伝をして成功して19節20節見てくださいそこで彼らはこれギリシャ哲学者たちですね彼らはパオロを アレオパゴスに連れて行きこういったあなたが語っているその新しい教えがどんなものか知ることができるでしょうか私たちには耳慣れないことを聞かせてくださるのでそれが一体どんなことなのかを知りたいのですというふうにアレオパゴスに招かれますこれアレオパゴス別役で見ると日本語の別役で評議会というふうにも言われます評議会 政治の思想や宗教のアイディアなどを発表させて論じ合う場所であったというのが分かります、ねで。現代で言えば皆さんテッドトークとか分かります。YouTube に結構出ますがテッドトーク。そういったところのプラットフォームです。ステージです。あれをパゴスに来てあなたのアイディアを分かっちゃってください。なので22節を見ると、パオロはそのプラットフォームを用いてキリスト教は何か。 創造主神とは誰かっていうのを発表していきます。そのプラットフォームを用いて。ちょっと現代の例えをいくつかぴったりじゃないかもしれません。今、アメリカではそのプロバスケリーグの決勝戦が行われて、NBA ファイナルが行われているんですが、優勝候補チームの監督がジョー・マズラという監督で、 キリスト教信仰を持つ監督なんだそうですで彼は機会があるとよく自分の信仰のことについて明かしする人なんですねで、先日そのプレスカンファレンスで記者たちが集まってあのインタビューをしましたけれども記者がこういう質問をしたんですね今日の試合には 王室の方々、ロイヤルファミリーの方々が来ていたということですか、ご存知でしたか、監督って言ったら、彼がこういうふうに答えたんですね。えイエス様とマリア・ヨセフのことですかっていう,ふうに。そしたら記者が、い,いえい,いえ、笑いながら、いいえじゃなくて、イギリスの王室の方々が今日来てたらしいんですって言ったら、いやいや私が知ってる王室は唯一イエス様の王室なので分かりませんっていう,うに監督が答えたんですね。彼、そういう形で、どんな質問が来ても自分の信仰を分かち合うように。 いつも批判されますけれどそれで自分の信仰を分かち合う監督なんですねそれを通して多くの人々にイエス・キリストを伝えることができるプラットフォームをそれを用いている先週あるインスタグラムの動画がすごい大ブレイクしましたけれどもおそらくニューヨークシティだったと思いますアジアジ系の女性が 少し堂々と歩いているところをインスタグラムをしているインタビュアーの人が質問するんですねあまりにも自信を持って歩いているのであなたの自信の源はどこから来ますかという質問をするんですねでそのアジア系の女性はすいませんこれあ,あ,あくまでも私の見解ですけどそんなに美人な方ではないですよそのアジア系の女性美人ではなくて美人ではないっていうかそんなに綺麗な方ではないと思いますすごい自信を持って歩いているわけですよね なのでその人はあなたの自信の源はどこからですか彼女の答えはジーザスクライスに言ったんですねイエス・キリストですって言ったんですねでそのインタビューした人もびっくりしてああそうなんですねでその女性すごく心からの平和を持っている人だなっていうのをそのインタビューと短いインタビューを通して知ることができるんですねそれが1500万のヒットヒット数を記録したんだそうですインスタグラムで あまりにもその答えもそうですし自信の,の源を通して私たちは現代の人々が行き交うメディアのプラットフォームを使ってイエス・キリストをアピールしているでしょうかみんなが聞けるような場所で広場に行ってそれをアピールできているでしょうかパオロは広場に行き そしてアレオパゴスというプラットフォームでキリスト教を発表しています。今の時代はキリスト教がだんだん衰弱している時代です。日本でも少し影響あります。アメリカや韓国がものすごいスピードで弱くなっています、キリスト教。そして教師キリスト教の教師たちが声を上げて今こういうふうに語っています。兄弟、姉妹たち、 ただキリスト教の牧師や宣教師だけになるのではなくてぜひ世の中に出ていって福音メッセージを発信する小説家や芸術家になってください映画を作る監督ドラマやテレビの脚本を書くプロデューサーにもなってくださいぜひそういう影響力を持つ人になってくださいというふうに語っていますなぜ今 アレオパゴスに出ていくクリスチャンの数が少ない、圧倒的に少ない、そのクリスチャン文化を作る人たちが圧倒的に少なくなっているので、私、ここ2、3年で、日本であったクリスチャンの中に、牧師の中にもいますけれども、どうクリスチャンになりましたかっていうふうに聞いたら、三浦彩子さんの、塩刈峠の小説を読んで教会に行ってみようと思いましたという、日本人、3人に会いました、ここ数年で。 牧師になった方もいます。高校生の時、小説を読んで、こんな生き方をする人が本当にいるだろうか教科に行ったと。そして神様であった。インパクトがあると思いました小説を通して、文化を通して、福音を述べ伝える人々がいる。多くの人に耳を貸してもらえるプラットフォーム、私たちの広場、そしてアレオパゴスはどこでしょうか そこが選挙戦略のでしたそして2番目のポイント今日3番目のポイントを見ていきますけれどもそのあれをパゴスで何をパウロが語ったのか接点からはじめ大前提を作っていくというところをパウロが語っていきます今日22節から見ますと アテネに行ったパウロは聖書にすぐ聖書に聖書を語るわけではないんですね最初は彼らとの接点宗教心というところで語っていきますそれが彼のメッセージの戦略でもあったと思いますちょっと22節と23節読みますねパウロはアレオパゴスの中央に立っていったアテネの人たちあなた方はあらゆる点で宗教心に 熱い方々だと私は見ております。道を通りながらあなた方の拝むものをよく見ているうちに知られていない神にと刻まれた祭壇があるのを見つけたからです。そこであな,たがあなた方が知らずに拝んでいるもの、それを教えましょう。実はあなた方が気づかずに信じているところ、本当に信じたい神を教えましょうという,うに感じで始まっていきます。まず接点を作ります。彼らも共感するような。 宗教ありますよね神々信っていますよねというところから始まっていきますパウロはほとんどユダヤ教の街道に行くと語ったメッセージを聞くと旧約聖書が約束しているメシアがこのナザレ人イエスなのですというようにメッセージを語るんですねここはアテネですアテネに来ては旧約聖書を用いりませんなぜ彼らピンとこないから旧約聖書の約束の そのメシアがイエスですって言ってもピンとこないです。当たりちゃんたちは。なのでその接点から始めているのがわかりません。これ戦略です。皆さん、伝道するときに何を言って人々を伝道しますか ?Jesus loves y o u あなたを愛しております。Jesus loves you. 日本でもよく使われます。ロボー伝道に Jesus loves y o u あなたを愛していますよ。で以前 ノンクリスチャンの人にこれ見たときとか聞いたときってどんな感じですか正直に教えてください。どんな感じですかある女性の方はまあ響きは悪くないんだけど訳が分かんない意味が分かりませんって言ったんですね。It just doesn't make sense。であるあのうちの教会の方でもあるんですが。ある クリスチャンになる前それ初めて見た時にはちょっと気どっか気持ち悪いなとかも思ったんだそうです。<laughs> イエス様愛してます。え、なん,あるダンがなんでなんでよねって。<笑> Why? <笑>ピンとこないです。It, it doesn't connect.They don't c o n n e c t, t イエス様が私をなんで愛してます。y e は一体誰って感じですよ。電動法の中に大きなスピーカーでイエスを信じると天国し、ね、信じないと地獄っていう 大きなスピーカーで鳴らす電動法もあります。どうなんでしょう正直、聞いてもピンとこない人が99.9%ですど。どういう意味イエスが誰なのか、前提がないからです。プレミス前提がないわけです、この人たちは。罪の概念や、なんで地獄に行くのかすら理解できてないので、イエスも信じないとなんで地獄なのピンとこないです。なので、叫んだとしても、 前提が違うので彼らはメッセージを聞き取れないということですね。パウロはアテネに行って彼らが理解できる同じ目線で語り始めます。パウロは最初から言って、イエス様 Yes, I'm not g o i n アプローチではなかったです神様あなたの人生にいい計画、とても良い計画を持っておられます。そういうアプローチではなかったです。あなた方の宗教心、神々を拝むその心のところから始めます。そして24節にこう語ります。 神様を紹介していくんですねこの世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから手で作られたあなた方が手で作っているその拝んでいる偶像では宮にお住まいになっているわけではありませんというのをしていますこれは今前提を一緒に福音を理解させるために基礎を作っている段階です基礎を。 25節もそうですよ。また何かが足りないかのように人の手によって使えられる必要もありません。神ご自身がすべての人に命と息と万物を与えておられるのですから。26節神は一人の人からあらゆる民を作り出して、アダムからみんなの民を作り出して、 地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代と住まいの境をお定めになりました。歴史を司る方である。今の歴史すべてを神が手に握っておられるのです。という。全能なる神の性質をここ26節を教えます。そして27節で、それは神を求めさせるためです。もし人が手探りで求めることがあれば、 神を見いだすこともあるでしょう。確かに神は私たち一人一人から遠く離れておられません。あなた方が偶像を拝むその心を分かりますよ。何かに頼りたいという心を分かりますよ。でも本当にあなた方が切に願うのであれば神様は遠くおられるわけではないからもしかするとあなた方神様を見つけることができるかもしれませんという話をここでしています。 そのあなた方が信じようと頼りたがるその神は創造主なる神なのですというのをここで語っています。この28節から見ていきますとこれ私も先週勉強しながらすごく学ばされたことなんですけれどもクリスチャン学者たちがこの28八を見ながらよく言います。パウロは アテネ人たちを非常にリスペクトしていたんだと彼らが普段何を読み何を学んでいて何を考えている人たちなのかよく研究しているというのがこの28節に表れていると言います皆さんの残念ながら日本語の聖書にはこの下にあの特にメモが書いてないんですけれどもスタディバイブルとかを見るとすぐ分かるんですがこれ実は28節内容を見ると アテネ人の昔、紀元前4世紀とかの進学者やその詩人たちを引用しているところなんですね。パウロ28で見てください。私たちは神の中に行き、動き存在しているのです。あなた方のうちのある詩人たちも私たちもまたその子孫であると言った通りです。これ、2人を引用しているんですね。エピメニデスという ゼウス神の預言者が言っていることを最初に引用してそしてアラタスという詩人アテネ人の詩人を引用していますあなた方もすでにこう認めているようにというふうに2人を言っているんですねこれすごく現地の人たちをリスペクトしているのがわかります多分話していた時にも パウロ他の選挙地なんかではメッセージ語った後に、リンチされそうになったり、石打ちにあったりといろいろ暴力を受けますけど、このアテネでは暴力を受けていないんです、なので、多分福音説教をしていたときにも非常にリスペクトを持ってしたと思うんですが、つまり、パウロはアレオパゴスに壇に上がって、福音を語るときに、この人たちのことを何の勉強もしないで、ただ上がったわけではないということが分かります。 意味わかりますねこの日本に来て日本の人たちに福音を述べようとする何を勉強しますか神道と仏教そしてこの人たちの文化を学びますよねそして福音を日本の人々に述べようとしますよねパウロ同じことをしています彼らがリスペクトしている詩人を引用しながら語っています この人たちがうなずくようなソースを持ってきてまず語ってるってことです。共感できるのだ。そうだね、そういえば私たちが信じてることだねっていうふうにうなずかせる。それをやっているってことです。で、パウロが今日の箇所のメッセージをずっと見ると、使っている説得法は、説教法、説得法はこういうものです。あなた方がこう認めているのであれば、 こういうふうに結論付けているのであればあなた方の前提も信じる前提大前提もこうならなければなりませんというのを教えています少しここ内容が皆さんにとってちょっとテクニカルなのでちょっと長く感じるかもしれませんけど少し例えで話しますねあなた方の結論がこう結論を出すのであれば 前提がこうならなければいけませんという話をパウルはしています。例えば言いますが、あるノンクリスチャンのアメリカ人女性がアフリカのスダンに行って長年人道的支援活動をしていたんだそうです。ヒュマニ r リアンウォーク、スダンの方で,で。彼女はクリスチャンでもないし、そういう女性なんですけれども、そこで見たことに対して非常に違和感を感じた。その違和感を感じた一つは、スダンの場合は、 女性が割礼を受ける復習があるんですね。女性が。フィメ i ル・ c u ークンシジョン。で、これ、女性が割礼を受けると、その男女関係を持つとき非常に痛いんだそうです。で、これ、なぜやるかというと、浮気しない、女性が浮気しないためにその割礼を施すんです、女性に。なので、それを見て、女性たちが苦しむ姿をこの女性は目の当たりにしたわけです。なので、長年そこにいた後に、彼女が そのスダンのリーダーたちと話す機会があってそれを話したんだんですこれはやめた方がいいでしょう女性に対する差別ですよやめてくださいという話をリーダーたちにしたわけですよねそしたらスダンのリーダーたちが彼女にどんな答えをしたかというとあなたの白人の個人主義的文化思想を私たちに押し付けないでくださいとうう言ったんだそうですきっぱり切られたこういうの、ね、文化やめましょうって言ったらそ,のそこの現地の人たちは これは私たちが数百年か千年ぐらい守ってきた習慣なのですあなたは海外から来て突然それをやめろってどういうことですかで彼女が断られて母国に帰ってこれを記事にして書きますけれども記事を書きながらその女性がこう悟ったんだそうですそう言われればあなたの価値観を、ね、私に落ち着けないでくださいって彼らが言ったんだけど 多分私も同じことを言ったんじゃないかなというふうに彼女が言うんですね。私も多分同じことを言ったんだと。私はノンクリスチャンで神も信じない。想像秩序も何も信じていない。それぞれの文化が何が正しいかというのはそれぞれの文化を決めること。多分私たちの進化もそれぞれ進化するスピードもみんな違うのでそれぞれの価値観もみんな違う。なので、 ある意味これはしょうがない領域ではないかって彼女が自分自ら悟ったんだそうです。他の人にあなたはこう生きるべきではない、それはやめるべきだっていう私にはそういう根拠がないっていうふうに彼女が悟ったんですね。I have no basis to tell anybody how they're supposed to live their lives。彼女がそれを悟ったんだと。でもそれが自分の記事を書きながら彼女がこう言ったんです最後に。 それでも私は苦しむ人々のために続けてそれに反対するというふうに言ったんですね続けて反対する自分が理屈的には自分に矛盾があるというのを感じました彼女は理屈的には it, I don't make sense, it doesn't make sense, マッチングしないそれ自分で気づいたわけですよ 相手にこうやるべきではないっていう根拠が自分には何もないっていうふに気づいたんですでも心の内側からはそれは間違ってるって心はそう感じているその矛盾を自分が感じたっていうことですそれは自分がこういう思う結論があるならば前提が間違ってるから矛盾があるんですよ意味わかりますか結論がある でも前提が違うので矛盾を感じる前提が合っていればマッチングすることですこれ考えてください皆さん19世紀の哲学者でソラビオフという人がこういうことを言いました実はこれは嘲笑ったんですが人類は猿から来ましただからみんな愛し合いましょうって多くの人が信じているって言うんですねもう一回聞いてください 人類は猿から来ました。だから私たちはみんな愛し互いを愛し合うべきです。これ以上矛盾な文章はないって彼が言うんですね。It's self-contradicting. これ以上矛盾な。私たちがみんな猿から来たならば、なぜ互いを愛し合うのか。みんな戦争して戦うべき。前提がその結論を出すならば、前提が違うということです。だから矛盾を感じる。もし、 私たちが互いを愛し合うという結論を出すならば愛であられる神から私たちが来ているだから互いを愛し合いましょうって言ったらマッチングします。makes perfect sense。でももし私たちみんな猿から来ているんだけどもそれでも世界みんな愛し合いましょう、矛盾してるってことです。It just doesn't make sense。パウロが言ってるのは 私たちが神の子孫だとあなた方が認めるならば神の中に私たちが生き、動き、存在しているのを認めているのであればあなた方が認めるべき真実は創造主神が私たちをみんな作っているというのを認めなければいけませんという論理を語っているということです31節見てください今日の最後のところ31節 なぜなら神は日を定めておたてになった一人の方によりこのイエスにより義を持ってこの世界を裁こうとしておられるからです。この31節が何を意味していますかこの世の中には客観的な道徳的基準があるっていうのを話しています。先ほどアフリカに行った女性がそうだね私があの人たちのあの文化に間違ってるっていう。 そういう根拠はないねと思ったんだけども実はこの世の中には道徳的にいいことと悪いことをはっきり分けられる基準があるっていうのをこの31節が教えてくれますそれをベースに神様はさばく日が来るそして32節を見ると32節見てくださいあ,笑われます32節であざ笑ったっていう書いてあります 復活の話を聞いて人々はパウロを笑った他の人たちはもうちょっと聞こうというようになりますで33節と34節を見ると幸いなことに何名かが救われますアレオパゴスの裁判官のディオヌシオという人が34節見ると救われるのを見ることができますなのでアテネでは大きな実りがあったという場所ではないです でも確実に神様が召される人々がいた救われる人々が出たというのを見ることができます今日の内容をもって私たちに適応しながら福音的にこれを結論付けていきたいと思いますパウロはアテネに来ましたアテネに逃れてきましたよねベレアから逃れてきてアテネに来ていますでも ゆっくり観光しながら休むわけではなくて心を騒ぎそしてそこで宣教の働きをしますそして何かがそのメッセージを聞いて救われるという神の技を見るわけですけれども皆さんだったらどうだったと思いますかこんな形でアテネに行った何をしてたかと思いますか大阪で伝道活動してたらすごい迫害を受けて東京に来た 浅草を見回りながら皆さん、伝道する気持ちになったと思いますかそれともただ観光でゆっくり休んでようどうしたらパオロのように伝道したい選挙の思いになれるのでしょうかどうしたらそういう選挙心を持てるんでしょうか今日、パオロが語った31節もう一回見ると31節にこういう箇所があります。 なぜなら神は日を定めてお立てになった裁きの日があるということを言いますね。そして真ん中から神はこの方をイエスを死者の中から蘇らせてその確証をすべての人にお与えになったのです。確証。assurance という,ふうに書いてあります。で実はギリシャ語もともとの言語で見るとピスティスという信仰って書いてあります。 イエス・キリストの復活を通して信じる者にこの確証、この信仰を与えられた希望の信仰を与えられた確信するためにこれが本当に起こるんだという確信を与えられた今日アテネの話を見ましたけれどもアテネで昔マラソンが始まったのってご存知ですよね マラソンで戦争があってペルシアに勝ったということをアテネまで42キロ走っていってアテネにいて私たちがギリシャが勝ちましたっていうのを伝えてパタンと倒れて死んだってそれがマラソン42キロ走るマラソン競技になったって言われていますでその戦争に勝ったことを告げられた人々は 勝利したんだと喜びながらこれから軍隊が入ってきて勝利のパレードを回るだろうなという期待感があったと思いますそのいきなりパニックしながらどうしようどうしようではなくて勝利したんだと安心をしてその軍隊を期待して待っていたんだと思いますで聖書はイエスと死と十,十字架の死と復活のその技は同じ効果をもたらすというように先ほどの 31節が教えていますイエスの十字架の嫉妬復活というものは私たちに確実にその勝利のパレードの日が私たちを待っているということを確実に確証させるものであるといううに信仰的に適応しているとだから私たちは そこまで心配する必要がないということを教えてくれています。そこまで心配する必要はない。勝利が宣言されて、イエスによって勝利が宣言されているので、そこまで心配しなくていい。今私たちはイエスの復活によって勝利の宣言、そしてその勝利した軍のパレードの間を生きています。私たちは今。だからそこまで心配しなくてもいい。勝利を宣言された人々は、 食料不足になってどうしようどうしようサバイバルモードでパニックに陥りませんなぜこれから勝利のパレードが起こるんだからつまり確信する未来が私たちの今の人生を形作ります。Your ultimate future shapes your life now。第一ペテロ5章7節で神の約束を信じる人々に ペテロがこういうふうに言いますがあなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい神があなたのことを心配してくださいます暗記してもいい箇所だと思います暗唱してもあなたの思い煩いを心配事とを神様に告げなさい 神様があなたを心配してください。ます神様が。聖書は言いますね。あなたのために、一人子をお与えになった神様が、なぜあなたの心配ごとそれを祈った時になぜそれを心配されないだろうか。Why wouldn't he? 完全なる勝利を成し遂げ、 それを完全なるものを約束されている神様があなたが心配を分かち合ったときになぜそれを無視されるだろうか神様が心配なさるのです今日父の日ですけれども私2人の子供がいて最近上の娘に10歳の娘にすごい英語を教えようと頑張ってるんですけれども私すごいあの学校 今、英検4級を目指しているので、練習テストとか受けさせたりするんですね。そ日によって、娘が点数がいい日と悪い日があれば、悪い日はすごい間違えてで。私にとっては正直その、彼女が勉強できる日とできない日は関係ないです。私は同じ愛を注ぐことができます、自分の娘には。その成績とか全く関係ないです。 時々娘が言い出すんですねえこんなに教えられて英検落ちたらどうしようとかすごい心配し始めて英検落ちたらどうしようってで正直言いますけれども娘が自分のことを心配する私の方が彼女に対してもっと大きな心配をしています分かりますか私の方がもっと彼女自身が自分を心配する私の方が大きな心配をしてくれています彼女のためにそれだけ愛情があるからです 彼のの人生がうまくいくいか自分で心配する私の方がもっと心配してあげているということですよ。時々私が祈り課題があって、海外にいる先輩牧師たちにメールを送るんですね。ちょっと祈ってください。こういう祈り課題があります。そうう一番慰められるメール何か分かりますか返信。あなたの健康が your well-being。Being. Is our concern. あなたの健全さあなたが健康であることが私たちの心配でもあり私たちの関心事でもありますというすごいすぐそばにいるわけではないです,すごい心強いのってわかりますか誰かが私を自分ごとのように心配してくれているそして動いてくれているどれだけ心強いのかわかりますか彼らが私を心配してくれている自分が自分を心配してくれるよりもそれ 毎晩私のために祈ってくれる方々がいるどれだけ力強いのかわかりますか天の父なる神様が言われます私があなたの心配だと私が心配する。I am concerned about you その確証をくださったという先ほど31節ありましたけれどもこの神様が私を確信を持って確証をくださる 確実に心配して最後まで導いてくださるという,そういう信仰を持てる人であるならば自己憐憫に陥ることなく他の人の救いについて関心を持つことのできる信仰者になります。最後に言いますね、なぜ伝道ができないのかある人は自分で精一杯です。自分の人生で精一杯です。私の信仰を守るのに大変なのにこの人の信仰まで全然関心がいかないんです。なぜ 確証がない神様が私のことを心配してくれてるという信仰がないですよでも私の人生をこれから30年40年死ぬまで天国に行く日まで神様が確実に心配してくださってるという信仰の確信のある人はその余裕がある分この人の救いに関心を持つことができます私の隣人に私のまだ信じてない家族に私の信仰ではなくてパウロが そういうような関心でアテネの人々を見て伝道し始めますその同じことが私たちの信仰生活の中にも起こることを願います一言お祈りいたします天の父なる神様今日使徒の働き十七章一緒に見ていました人パウロがアテネに行ってアテネの人々を伝道したという話です偶像崇拝がされているところを見て 非常に残念に思ったパウロはその人々をあざけるよりバカにするより福音メッセージを持って彼らをリスペクトしながら神様のことを分かち合いましたそしてそれだけ神様の名があがめられることを願ったパウロの信仰でもありました私たちはクリスチャン人口が プロテスタントで数えれば0.5%にも満たないこの日本に住んでいます普段何を感じながら信仰生活をしているのでしょうかもしかすると自分の信仰を守ることにやっと精一杯になる信仰生活かもしれませんでも神様がイエス・キリストの死と復活によって私たちに確実な確証をくださった 約束をくださったそれをどれだけ信じているのでしょうかそして私たちを最後まで責任を持って心配してくださる方は神様であるというどれだけそういう信仰を持てるのでしょうかその信仰を持った時に初めて伝道の心を持って隣人を見れるようになるかもしれませんその時に初めて私が少し評判が悪くなっても主の皆のためならば 福音を分かち合うことができるというふうに祈れるかもしれません。主をどうかそのような恵み、のメッセージを私たち自分のものにすることができますように聖霊様は働いてください。そして私たちが本当に今日の箇所から学び、主が喜ぶ信仰生活を歩むことができますように助け導いてください。感謝し、イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。